整備が進んでいる静岡空港のターミナルビルに明日からまた新たな店舗がオープンします。今回静岡空港に新たにオープンするのは県内の地場産品を扱った店など4店舗です。伊藤園の直営店にはお茶の試飲コーナーが設けられていて、その場で入れたてのお茶を楽しめるほか、静岡産の茶葉がおよそ20種類置かれ、外国人にも日本のお茶文化を知ってもらう場となっています。また県内唯一の空港グッズの店舗もリニューアルし、飛行機の模型などの商品を揃えて航空ファンや家族層を取り込みたい考えです。ハワイアン航空ありましたね今ね。お客様がじゃあ食べるとこがあったり見ることがあったり、ちょっとミニ商業施設的な位置づけで楽しんでもらえる、じゃあここを目的に来てもらう、そういったことになればいいなと思っております。新たな店舗は明日の10時30分からオープンする予定で、静岡空港では来月末までに免税店などさらに2店舗を加えて14店舗を構える計画です。